どうも関西クラクラクラブのコミです、さて本日はこちらガルーダさんから、動画をお送りしているんですけども、このガルーダさん私ねよくこう合同対戦に参加をさせてもらったりしてるんですが、その合同対戦でねこうご一緒に、一緒に戦ってくださったそのメンバーのクーラーにちょっと今お邪魔してるという格好になります。で、早速なんですけどもね、動画本日のもの、見ていきたいと思うんですけども、こちら、クラン対戦ですね。残念ながら負けてしまいました。星2個なんですが、破壊率は勝っていたんですけども、結構ね、惜しいアタックがいっぱいあって、それをね、全部取り切れなかったっていうのがちょっとね、負けに、つながってしまった。本当にね、紙一重の勝負だったかなって思います。これ。7番のゾドさん、両方とも 96% の星2っていうね、もうこれは本当にご本人もかなり悔しがってましたが、その中で、この2回目の攻撃、13番をね、攻めてくれたアタックっていうのを、ちょっとね、本日は見ていきたいと思います。で、このアタックともう1個、同じね、この攻め方をしてるんだけども、前回につながったアタックっていうのの、どこが違うのかなっていうところにこう着目しながらね、動画を、進めていきたいなというふうに思います。で、このアタックなんですけども、今バスター出てきましたね。バスターをぐーっとこっちにこう歩かせていって、で、思惑としてはこの辺までですかね、こう全部、ヒーローとかボーラーやペッカで削りながら、ホグライダーをぐるっとこう回していくという、こんなようなプランですね。なんですけども、ちょっとね、今回のアタック、ゾッドさん、謎にやってたんですけども、この前にね、攻めてくださった方が、実はヒーラーを出し忘れていたんです。で、それでも98パーまで行ったんですが、ゾットさんね、そのまま謎っちゃったもんだから、ヒーラーがね、今頃ちょっと出てきましたね。で、結構ボーラーとかが中央でやられてしまっています。で、注目してもらいたいのが、このジャンプですね、ここ。ここに打ったジャンプによって、ユニットがこういう風に流れていってますよね。それと同時に、ホグライダーが今、発進していってるので、ホグのルートをね、ちょっとよく見てもらいたいんですよ。今、こういうルートで歩こうとしているホグライダーがですよ。なんかイメージわかりますかね。こんな感じになってるんですけども、結構これってホグライダーがいろいろ寄り道を、してしまいそうなルートになってますよね。これがね、最後どういう風な影響をしてくるかっていうところも、ちょっとね、この動画の中で非常に重要なポイントとしてこう触れていきたいという風に思いますので、引き続きご覧いただければというふうに思います。で、ホグは今、ギガテスラのところをトームをね、かけてもらいながら突破していって、あと、呪文はもうポイズンしかないので、残ったホグライダーとクイヒーで、最後まで削っていきたいというところになるんですが、どうでしょうね、ここまで見てもらうとちょっとね、これ最後のこの12時側の角っていうんですかね、ここのところちょっと残っちゃうかなっていう感じはしますよね。なのですが、やっぱり、ホグライダー最後粘ったものの、最後のね、このシンゲル IT のところまでは届ききらずに、残念ながら星2の 96% というところになりました。惜しいアタックですよね。非常に惜しくて、ホグライダーがね、少し遠回りをしたっていうのもあるんですが、ヒーラーがちゃんとね、序盤のボーラーとかペッカとかヒーローのパート、このとこですね、このパートにちゃんとついていさえすれば、おそらく前回まではいけたんじゃないのかなっていう気がします。本当にね、紙一重のアタックでした。で、さらにね、ここゾドさん、クロークをねギリギリ使いそびれてしまって、でこれでクイーンが落ちちゃうと、本人もかなりねこれは押し込んでいたんですが、でも紙一重にしなくても前回までね、持っていけるようなアタックにしたかったっていうのが本音のところだと思いますので、それをね、ちょっと、どういう風に、変えると、結果がね、変わっていくのかなっていうところを、ちょっと見ていきたいという風に思います。ちょうど今、クラン対戦が始まったみたいですね。で、これですね、前回の対戦動画から、失礼しました、これか。8番を攻めてくれた。これ、カクさんのアタックですね。これが、まさに同じような配置なんですけども、防衛施設のレベルはさっきの、ゾトさんよりも高めです。ほぼこれは壁以外は、カンストっていう感じですかね。で、それに対して同じような編成で攻めていってるんですけども、まず入りですね。ちょっと、ウォールバーストの位置が違います。多分ね、これの方が、この配置を攻めるにはベッターかもしれないですね。ウォールバスターに続けて、ヒーローだったりとか、ボーラー、ペッカを、ヒーラーを添えてね、こう出していきます。で、思惑としてはやっぱりさっきも言いましたが、この辺までは全部ね、
削っていくっていう音楽がありますね。で、その思惑通りにしっかり、ウォールバスターに続いて、ヒーローやボーラーたちが中央に向かっていってますね。でさらにジャンプ落とす位置っていうのもお見事ですね。ここに落としてますよね。なんでこっち側にこうユニットが流れる、まあ、そんな格好が出来上がってますね。相手の防衛援軍の、アイゴレに捕まって今ちょっとフリーズで止まっていますけども、レイジをかけてさらにボーラーと、クイーンの進行を早めますね。これは時間の節約にもいいですね。で、グランドホーデン出してませんので、こいつらはしっかりね、これから出てくるホグバート、今出てきましたが、こいつらにね、つけていくというところになりますね。ホグライダーをぐるっと回していくんですが、この時点で見てほしいのは、こうなってるんですよね。防衛施設の位置が。わかりますかね。ここをしっかりこう、ホグライダーが歩っていけるようなモルートが出来上がってますよね。これがやっぱりね、さっきの、ゾトさんのアタックとの一番大きな違いですね。ゾトさんのアタックの場合っていうのは、まあ、残念ながらここまでしか削れてなかったので、ホグライダーの歩くルートっていうのがこういう風になっちゃったんですよね。なんでこの辺りから出したホグライダーがこう行って、ここでこうばらけちゃうっていうような感じになってたんですけども、これカクさんのアタックにはそれがないですね。なんでしっかりホグライダーが一個一個のヒールの枠の中に入っていきながら、最終区画までこうしっかりね、こう余力を残して、これだけの余力を残して最後の区画まで壊しきるわけですよね。これがやっぱり全然さっきと結果を変えた要素、まあ、要するに、陸パートでしっかりとホグライダーのルートを作る、このルート作りっていうのがめちゃくちゃ結果に、左右するということを本日のね、この動画では強くお伝えしたいというふうに思います。まあさっきのね、ゾットさんのアタックっていうのもちょっともう一回後ね、見てみたいと思うんですけども、多分ね、ジャンプをかける位置がね、少し違っただけで全然結果は変わったと思うんですよね。ちょっとね、そこがまあ個人的に惜しかったかなというところです。賀来さん、まずこれは素晴らしいね、ナイス全開ですね。まあ、テンプレ配信なんですけども、まあ、ここまで綺麗にね、全開取れるアタックっていうのは、まあ、見てて気持ちがいいですよね。で、ゾトさんのアタック、もう一回見てみましょうか。先にね、おさらいすると、このアタック、ここでジャンプを打ちますね。ここになんですけども、さっきの賀来さんはこっちに打ちましたよね。その違いっていうのがどう生きるか、それをね、ちょっとこの動画見ながらよくね、皆さんイメージしてもらったらいいかなというふうに思います。まずはサイドカットからの、ウォールバスターを出していって、十字方面からヒーローなり、ペッカたちをこう中に入れていきますね。まあ、おそらくね、これも後ろからヒーラーちゃんと出していれば、まあ、結果は全然ね、その変わったとは思うんですよ。まあ、それはそれでね、なんですけども、結果的にはホグライダーのルートが上手に作りきれなかった。で、その作りきれなかったがためにホグがばらけてしまって全開まで持っていけなかったというね、この因果関係っていうのをよくね、この動画の中で皆さんにこうご覧いただきたいなというふうに思います。ここですね、ジャンプを打ってる位置っていうのが今見えている迫撃砲のここのちょっと上らへんに打ってますよね。なんで、クイーンたちがみんなホグライダーとこう合流していっちゃうんですけども、本来削りたかったのは多分ね、ここですね、この辺を削ってしまいたかったですね。そうするとちょっとね、このまま丸つけたままにしておきますので見てもらいたいんですけども、ホグライダーたちがね、こっちの今丸つけた大砲とかのところに変にね、向かったりしないで済むんですよ。この辺からですね、よく見てていただきたいんですが、こうなりますよね。今この辺でホグが徐々にこう割れ始めてきていますが、まあ、なんとかここまでは保っているものの、これですね、この辺からホグがちょうどこう割れ始めてしまいます。バラバラになっちゃいますよね。で、ここの施設、今丸つけたところがクイーンでしっかりカットできていさえすれば、よいしょ、ホグたちってこっちにこう、まあ、多少遠回りしても入ってきたホグたちっていうのがこの辺でぐーっとこういったはずなんですよね。この辺に釣られずに、やっぱね、この辺の、まあ、こういうところもそうかな、施設をクイーンで壊しきれなかったっていうところがね、今クイーンこっちにこう出てきちゃってますよね。ここにいますけども、本来こいつは中に入っていってこっちにこう進んでいくべきだったクイーンだと思うんですよ。この点っていうのがやっぱりホグライダーのルートを結構ばらけさせてしまって、最後ね、
ヒールの枠なりに上手にはめきれず前回までいけなかった、まあ、非常に惜しいね要因だったかなっていうふうに思います。いやでもまあこれでもね、なんていうのかな、破壊率 96% の星2を取れてるわけですからね、まあ、ゾートさんの、まあ、今回そこの2点少し持たなかったなとは思うんですが、それ以外のねやっぱり基本的なパーソナルスキルっていうのかなの、うまさを物語ってますよね、まあ、非常に、惜しいアタックでしたが、まあね、ここからもしも皆さんこう得ることがあったらね、いいかなと思いますし、まあ、失敗するアタックにこそね、まあ、いろんなその、まあ、反省点っていうのが隠れてくると思うので向上するためのなんていうかなきっかけですよねが含まれてくると思いますんでね、目を背けたくなる時もあると思うんですが、ぜひぜひね正面から向き合ってそこを乗り越えていくと皆さんのね全回率もぐぐっとこう上がってくるんじゃないかというふうに思いますので、ぜひぜひねこういうアタックも参考にしてもらえたらというふうに思います。はい、というところで本日は失礼いたしますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日は失礼いたします。バイバイ。